召喚に応じ参上した。貴様が私のマスターというやつか？犬夜叉、私がおぞましいだろう。俺は、一日だってお前を忘れたことはなかった！犬夜叉、お前に出会ってから、私は巫女ではなくなった。一人の女になった。俺は危機を助けてやれない。もう、何もしてやれないのだな、このまま。このまま時が止まればいい。良いのか、時を止めても。ああ、構えはしねえ。売り占め神子や、一尊敬や！ここめ。向こうにいる間、ずっと考えてた、犬夜叉と桔梗と私のこと。カゴメ、俺は分かってる。犬夜叉の気持ちが分かったから、私もうここにはいられないと思った。カゴメ、俺はお前に会うまで誰も信じられなかった。だけどお前は俺のために泣いてくれた。いつもそばにいてくれた。カゴメといると楽しい、心が安らぐ。だけど俺は楽しんだり笑ったりしちゃいけねえんだ。桔梗は俺の後を追って死んだ。桔梗に命がけで答えなくちゃならねえ。うん、私は桔梗にはかなわない。だって私は生きてるから。桔梗のこともいっぱい考えた。桔梗と私は全然違う。私が桔梗の生まれ変わりだって話も。だからって私は桔梗じゃない。心は私の心だけどね。一つだけ桔梗の気持ちが分かったの。私と同じ、もう一度犬夜叉に会いたい。なんかね、桔梗も私と同じ気持ちだったんじゃないかって思ったら少し楽になった。会いたいって気持ちは同じじゃないかって。だから勇気を出して犬夜叉に会いに来た。私、犬夜叉と一緒にいたい。忘れるなんてできない。私に何ができるのかわからないけど、ずっとそばにいる。久しぶり、気持ちいい。あ、カゴメ、ユカ、エリー、久しぶり。どうしたの、浮かない顔して。なになに、例の彼と何かあった？え、なんでいつも鋭いの。それマジ？うわ、きついわね。相変わらず不良の彼氏に二股かけられてるんだ。まあね、いろいろ事情があるから仕方ないんだけど。でも二股ってことは彼氏がどっちか一人に決められないってこと？どっちか一人決めなきゃいけない。犬夜叉が桔梗を持ってるのは分かってる。でも一緒にいるって決めたのは私。犬夜叉が好きだからそれでもいいって思ったんだけど。決められないならまだいいけど、彼氏の中で1番2番が決まってたら最悪かもね。え、1番2番って好きの順番が？元カノとカゴメ、どっちが1番かって。本当のとこはどうなのよ。どっちかっていうと私の方が2番目かな。ねえカゴメちゃん、2番が必ずしも悪いってことはないわよ。そうね、2番だしで味噌汁にも合うし、煮物に使っても美味しいし。でも料亭の味は1番だし。ねえ、どうせなら合わない方が楽なんじゃないの、カゴメ。え、しょうがないじゃない、あいつうちまで落ちかけてくるんだから。今日だって朝っぱらから。あ、お家に来てるの？え、どんな彼かしら、わがまま二股暴力男。なんか楽しみ。まさか本当についてくるとは。さっきあんなに会うなって言ってたのに。ねえ、みんな受験で忙しいし、こんなことしている場合じゃ。いいのよ、こっちの方が大事よ。それにカゴメを苦しめるなって文句言ってやんなくっちゃ。やめて、そんなこと言ったら暴れ出すから。暴れる？ますます気に入らないわね。断固意見しなくちゃ。まずい、犬夜叉と会わせちゃいけない。なんたって汎用だし、正体バレちゃ困るし。だいたい犬夜叉が悪いのよ、ちょくちょくこっちに顔出すから。ねえカゴメちゃん、また悩んでる。言い過ぎたんじゃない、エリが。私のせい？ちょっと気の毒かも。そうね、でもどんな人だってカゴメちゃんが好きになった人なんだし。ここは応援するのが友達か。うん、うん。あ、心配しなさんなって、私たちだけは味方だから、カゴメ。は？どんな暴力男だって、どんな二股男だって。ああ、もう家に着いちゃった。どうし
しよう。犬夜叉に出てくるなって説明するのはもっと面倒だし。苦悩してるよ、カゴメの背中。不良の彼に会ったら褒めようね。額に反り込み入ってても、ズボンが紫でもピンクでもね。犬夜叉！犬？彼氏の名前？チーム名じゃない？ヤンキーなんでしょ？あのね、なんかもう帰っちゃったみたい。つまんない。せっかく楽しみに来たのに。でもちょくちょく来るんでしょ？そうでもないかな。ま、よかったかな。やっぱ変だもん、あいつ。カゴメ、お茶を取りにいらっしゃい。はーい。ゆっくりしてってね。残念、見たかったな。ほんと、せっかく来たのにね。ほら、カゴメ、てめえ今朝から何怒って。あ、ひょっとして。ちょっと、これ、もしかして。おめえら。ああ、演劇発表の時、乱入してきたペコッポ。え、文化祭の時、北条くんと対決した人？カゴメちゃんの彼氏だったんだ。お待たせ。あの時、カゴメに頼まれ。まあな。なんで犬夜叉が。はよだってバレちゃう。ねえ、カゴメとはいつから付き合ってんの？結構長えぞ。その着物、神社でバイトしてんの？なんか変わった目の色してる。髪は脱色してんの？これは生まれつきで。へえ、珍しい色だよね。ねえ、伝わっていい？いいけど変なやつだ。なんか会話が成立してる。ねえ、もしかして彼ハーフ？ハーフ？カゴメ、どうなのよ。まあ、そうかな。汎用だし。いやー、かっこいい。素敵。憎いよ、カゴメ。カゴメ、彼言うほどひどくないじゃん。うん、てっきり特攻服着て眉毛のない人かと思ってた。まあちょっと変わってるけどね。想像してたのと全然違ってたよ。じゃ、仲良くね。問題は北条くんね。ああ、彼のこと知らないんだ。もしかして犬夜叉褒められてるの？そっか、やっぱりかっこよく見えるんだ。起きたか、犬夜叉。なんだよ、俺が何をした？そうじゃないわよ。来てくれたのが嬉しくて。そうか、誰もいね。バーカ、だったらさっさと向こうに戻ればよかったじゃねえか。そんなこと言ったって、どうせ明日は学校だし、ママたちも帰ってくるかもしれないし。なあ、カゴメ。ん？お前、やっぱりこっちの世界が好きか？そりゃそうよ。生まれ育ったところだし、家族や友達もいるし。お前さ、ナラクとの戦いが終わるまでずっとここにいるってのはどうだ？熱はないか？ってあのな、俺は上事言ってるわけじゃねえぞ。なんだ、私なんかいなくていいんだ。それで弥勒様やサンゴちゃんと温泉とか行ったりするんだ。いや、温泉には行かねえ。カゴメ、これ偽物だよな。うん、うちの神社の開運グッズ。マガツキがお前の霊力を封じることができたのは、生きていた頃の桔梗が望んだからかもしれねえ。え？本来四魂の玉は善でも悪でもねえ、持ち物によって変わるが、玉の中では常に生と邪がせめぎ合ってる。あの時俺と傷つけ合って死んだ桔梗は、生まれ変わるつもりはなかったはずだ。だけど桔梗の犬夜叉への思いが四魂の玉に通じて私に生まれ変わり、もう一度戦国時代に四魂の玉を運んでしまった。もし四魂の玉の封印が桔梗の望みだったとしても、それはもう戦いたくない、そういう桔梗の思いを四魂の玉が叶えたんだと思う。前にじいちゃんが言ってた。最後に四魂の玉を手にした者が唯一の正しい願いを選んだ時に玉は浄化され、この世から消え去るんだって。もし桔梗がそう願ったんだとしても、やっぱりそれは唯一の正しい願いじゃなかった。それに私、桔梗と約束したんだ。だから
私がやらなくちゃいけないの。イニューシャ、私封印が解けたらもっと強くなれるかな。やっぱりお前戦いを選ぶのか。だって強くならなくちゃイニューシャたちと一緒にいられないんでしょ。ありがとう、私のことを考えてくれたのよね。それはノーノ。でも一緒にいさせて。だったら俺は命を懸けてお前を守る。